こちらこんばんは、一部座。昨日の夜9時半ぐらいに生放送をしたんですけど、昨日の夜家の1階のピアノの場所で、新しいエンディングの動画を撮ろうとしとってんで。そうやろ。そしたら1階にドアがあるんですけど、壁になっとるドアね。あそこから変な女の人の声聞こえたよね。そう、聞こえて。ママ、マジでビビってんよ。ほら、弾き終わって、あ、もうほんで、これでもう、じゃあ撮影終わりね、みたいな。ほんでいいよね、って言っとったんね。たら、変な声聞こえたやろ。ビビったよね。マジでビビって。いや、まぶし、違う。あんたは撮影、そら、変な話。あ、これ動画撮ろうと思ったし、いいかもしれんよ。マジで多分女の人だよね、あれ。俺は別にタヌキか動物の声やと思ってんけど。いや、タヌキも動物ってここら辺におる？一回あの、生放送皆さん見てください。昨日のスター。あれはビビった。だから、タヌキとか、ごめん、ここを田舎やけどタヌキおらんよ。山じゃないもん。あ、そっか。怖かった。だからその前に、2週間ぐらい前に、前がほら、妹ね、女の人の姿見たっつったんね、寝とるとき。え、それはどこで見に行ったん？自分の部屋。2階で見たん？そう。2階の寝室で見たん？見たって言っとったから、本当かって思っとって。まあでもあの子もともと見るがいね、たまに。そうやね、なんか、うん、赤い服の女の子見たとか。女の子が歩いてったとか、廊下で。うん。そんなよく言っとったのもあるげんけど、その女の人を見たっていうのを聞いとったし。でも2週間前に見たやろ？うん。ここ2年間ずっと誰も見てなかったやん。いや、気づかんかっただけかもよ。一回霊視できる女の人がさ、あ、うち来てくれたね。除霊しに来たんやんけ。うんうん、そこからまああんまり見んくなってんけど。ね。また増えてきたね。多分、そこから2年ぐらい経つやろ、もう。結構除霊しても意味ないって言っとったやん。一時的なもんやっとったね。だからまた結局。まあでもやぞ、変な話。違う、別に悪さしとるわけじゃないよ。ないがいね。見える人は嫌かもしれんよ。前とか。変な話。まあまあ、でも今回声聞こえたしね、みんな。2週間前に広島行ったやん、俺。ああ。で、原爆ドーム行ったやん。うん。でもほら、別に悪い例じゃなかったらいいやん、声ぐらい聞こえたり、姿見えても、別に悪さするわけじゃないし、いいがいねん。別に俺は全然いいんやん。だからまあ、普通に俺お参りしに行っただけで、多分それでもやっぱちょっとはついてくれんのな。うん、うん。多分それがあって。でもほら、あんたってもともと原爆ドームとか、原爆に関してすごい戦後、戦争のこととかすごい興味あったっていうか、考えさせられるものがあるって、ちっちゃい時から言っとったよね。そう、俺も昔から結構永遠のゼロだったり、あの、裸足の弦だったり、すごい大好きで、うん、日本の歴史知るのめっちゃ好きで僕、壁になっとるはずなのに、なんであの奥から聞こえてくるのがおかしくない？まあまあ怖かった。ビビった。まず久しぶりにびっくりした。動画見てくれる人とか、あ、ここに映っとったよとかもういろいろ言われとったけど、自分で本当に声聞こえて初めてやったもん。もうあまりにいきなりすぎて、やから生放送でカメラ回してんけど、うん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 、コメント欄にあるげんけど、8分10秒から8分15秒に赤い服着た人いないって。うん、みんな言うね。でもママわからんかった、それ。この窓の奥の方によーく見たら、見えるげん。俺も全然気づかんでんけど、奥の窓の近くにおるって。赤い服の人ってさ、妹が一回見たことあるやつやん。ほうやね。昔見とるね。一回見たことあるやんけ。うんうん、多分それじゃないかなと思えんけど。うん。でも悪い例じゃないって言っとったよね。あ、言っとったね、それは。うん、うん。だから別に、危害を加えるとか、うん、そういうのはないと思うんですけど、やっぱりでも怖いですよね。全然話変わるけど、これカットしてよ。なんであんたとママとの会話をよく動画にする？あんたとコンビじゃないねん。別に。これ、だ、そう。お母さんの声。ちょっと聞いて。重要な話はしとるよ、確かに。うん、ねえねえ、なんでりょうとママが二人でこうやって会話しとるやつをよく動画に出すの？お母さんの声って聞きやすいし。言っていい？ママは。的確なこと言ってくれる。ママは言っていい？ねえ、ダホさんの動画とかしか見れんくなってん。あ、そうなの。もうママが出とるやつを見たことないねん。恥ずかしいやん。なるほどね。1分18秒からね、うなり声聞こえるんですけど。うん。で、それ、うちら聞いたやつか。まあ、それ俺ら聞いたやつねんけどね。怖いね。あ、いきなり電話もかかってきたしさ。なんで生放送でかかってきてんて、きっと、見とって。絶対そうや。そうや。電話番号知っとる人が。いたずら電話や。あれはいたずら電話か、多分。うん、うん、いたずら電話や。生放送で見とった人がかけてきたやん、うん、面白がって。そう。うわ、下水ことするな。自分の住所をさらけ出したあんたのせいや。すいません。またその話になりますか、うん、ごめんなさい。一生言うよ。はい。だから早く家出てって。もうなんでや。出てけばいいねん。俺がとりあえず出てけ。どっかに暮らせ。はい。わかりました。うん。で、そこで動画撮ればいいんじゃない？そうですね。うん。連れてきた原因は俺やと思うやん、絶対。あんたしか俺やろ？最近変わったことあったって言ったら旅行したことぐらいやから、生放送が始まる前も結構聞こえたんですよ、何回か。それで僕はすぐに生放送始めたんですけど。うん。今日一緒に寝よ。でもいいってもう。よくないねんって。もういいって。じゃあ、本当に怖いねんよ。そうですか。あんたは別にいいよ。なんで嫌なの？嫌な決まっとるやろ。いや、そうじゃなくて、本当、これ動画カットして。うん、一緒に寝よ。ああ、そうですね。はい。違う。本気で言っとるねんって。一緒に寝よ。ああ、分かったよ、もう。もうその話長くなるからいいわ。これからどうしていけばいいか。おとなしく暮らせ。まあ、おとなしく暮らせばいいか。そんなん別にいいやん。別になんかされたわけじゃないがいね。けどなんかこれから何かが起こるかもしれん。災いがもし起きたらどうする？そんなこと思っとったらもう本当になるからやめよ。落ち着いて暮らします。あ？落ち着いて暮らす？お前がおる以上落ち着いて暮らせるか！動画ばっか撮りやがって毎日疲れるげんって仕事から帰ってきたりバレエから帰ってきても毎日動画撮るやろ。どんだけママが疲れるかわかる？いい加減にしてくれんけ。
これ動画にする？うん、する。カットして。いや、しないしんよ。いや、こんだけいっぱい変な喋り方して。いや、いいよ、いい喋り方した。でも幽霊ってさ、下ネタ言ったら消えてくらしいよ。なんで幽霊って下ネタ言ったら消えてくの？あ、そう、真音さんの動画で見たわ。ほんと誰がそれ言っとったの？なんかエロいポスターとか貼っとったら逃げてけんで。じゃあ、あんたの部屋いっぱいエロいポスター貼ってるし、入らん。あんたの部屋で見んもんね。だからそういうことか。どういうことや。あ、エロいポスター貼ってるし、こんなんじゃないの？ポスターどこに貼ってある？俺のエロい。いっぱいあるねんて。どこにや？いっぱいあるやん。あんま隠しとるだけやん。は、どこにある？あ、皆さん本当いっぱい貼ってるんですよ。それを撮らないように動画撮ってるだけです。何を言っとるんで、またほら信じてしまうやん。いや、本当やもん。本当言ってるよね、それ。あんたこそ本当に言っとる、それ。本当に言ってます？え、ちょ、お母さん、ちょっと今こと。お母さん何？お母さん。動画なし。え、どういうこと？あるやん、あるやん。どこにあった？何言っとるの、あんた。いや、俺心当たりない。俺が忘れてるといいかも。そう、忘れる。見に行ってくる今。いや。行く？いや、行かんで。撮ってみる？いや、行かんでいいわ。バンされる。一発でバイン。コンプラダメやからさ。そうだろ？え、どんなやつ持っとった俺。持っとったって貼ってあるやん。どこに貼ってあるって。それを撮らんように動画撮っとるだけやん。ビーズドラゴンボールネクストステージのやつしか貼ってないよ。いや、壁の奥の方に貼ってあるがし。どこや、壁の奥って全部見しとるやろ、いや。しょうもねえ嘘ついて。だからマーフ何言った？お前が嘘ついてる今。ああもう余計なことばっか言うわ。あれ余計なことって本当のことやばい、余計って言うの。だ、一応本当言ってるね。どういうこと？何言ってる？何耳？何しとるんて。いやマジで。こっちこそ何ですか？こんなおかしい。本当やから。なんかすごい作り話するなと思って。いやいやいや。あ、やから見んのか俺。え、でも俺一回部屋で泊まっとる時友達と。ああ、女の人の声聞こえてるの？先でも。あれも声聞こえたのはそっち側からやから俺の部屋にはおらんね。ほやろ？でも昔霊媒師の人俺の部屋にめっちゃ幽霊溜まるって言ってなかった？え、バカにしとるわけだし本当のこと言ってる。ぜひ皆さん昨日の生放送すべて見てください。10分間。お願いします。あ、いや。お願いします。別に言わんでいいやろ。もうややお化け屋敷に住むの。何があってあんたと暮らすのが疲れた。ほんと疲れるね、毎日。じゃ、ちょっと俺一回のところ見てくるわ、一人で。もうやめるよ。もう一回見てくるわ。俺幽霊に会って帰ってこんだらどうする？ねえ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 。あんた幽霊ぐらいで何帰ってこれん？何のために帰ってこんの？襲われて帰ってこれんかもしれん。帰ってこんでいい？はい、あ、そうかそうか。はい、わかったよ。冷てえ親やな、ほんとに。なんて？風呂抜いたっすか？風呂抜いた？どこ行くの？ちょ、一回見ようかなと思って。あ？一回、また声聞こえたし、見ようかなと思って。は？昨日の生放送。なんでここにシール貼ってあるんですかね？タイプ1。なんじゃこのシール、なんか変なシール貼って、でなぜかここですね、釘があるんですよ、なぜか。これめっちゃ危なくないですか？これ当たったら普通に出血しますからね。なんでここ出るんかな。このシールなんなん。ちゃんとしたもんやっていう板や。これジャスのシールが貼ってあるからちゃんとした板っていう証明なんや。証明証明。あ、なんや、俺がバカやった。いや俺一回これ壊して中見たいんやけど。いや俺も見てみたい。ここなかったわけよ、ほんと。砂利の空き地に古い交番があったわけ。高畑の本家なわけ。ここ本家やったんや。本家ね、本当の本家ね、うん、だから出るげん、出ておかしくね。ご先祖様の霊がここにおるってこと。そう、じいちゃんのお父さんとかがこうおるわけ。今日は何も声も何もしなかったです。ここ本気やったから絶対出るんや。めっちゃもう出る出る、ここいっぱいいるから。だからほら見てみ、あんま映したらダメな。これ映さない。これご先祖様の写真ですね。じゃあ皆さん何か動画の中で声聞こえたりしたらコメント欄に書いてください。お願いします。書いてください。今俺らは全然聞こえなかったんで、うん、お願いします。そうです。じゃあまた何かあったら動画にします。お願いします。動画にしたらダメなんかな、あんまり。いや、動画にしてもいいと思うよ。あ、全然大丈夫、そこは大丈夫なんや。なんか、霊視できる人もしてもいいって言ったやん、動画には。そんなこと言ったらいっぱい上げてるし、いっぱいいるじゃん。あ、そうやな。心霊系の人めっちゃおるしね。あ、まあ、ふざけてやったらダメってこと。ああ。お前バカじゃねえのみたいな。うん。こんな感じ。じゃあまた何かあったら。じゃあバイバイ。